レジェップ・タイップ・エルドアンはトルコの政治家で2014年から現在のトルコ大統領を務めている。2003年から2014年までトルコの首相を1994年から1998年までイスタンブール市長を務めたこともある。2001年に公正発展党を設立し、2002年、2007年、2011年にアップを率いて、 選挙に勝利したが、2014年に大統領に選出されると退陣を求められた。その後、2017年に行われた憲法制定のための国民投票を経て、アップのリーダーに復帰した。イスラム主義の政治的背景を持ち、保守民主主義者を辞任する。彼は、政権時に社会保守主義的で、ポピュリズム的な政策を推進してきた。 1994年の選挙では、イスラム主義の副市党の候補者として、イスタンブール市長に選出された。その後、ジア・ギョカルプの死を朗読したことにより、宗教的憎悪を煽ったとして、市長の地位を剥奪され、政治活動を禁止され、4ヶ月間投獄された。その後、エルドアンは公然のイスラム主義政治を辞め、2001年に、恩恵保守のアップを設立し、 2002年には、地滑り的な勝利を収めた。エルドアンが、技術的に公職に就くことを禁じられていたため、アップの共同創設者であるアブドゥラー・ギュルが代わりに、首相に就任し、後に、エルドアンの政治的気にしを無効にした。2003年のシルト州での補欠選挙に勝利した後、エルドアンはギュルに代わって首相に就任し、ギュルは、アップの大統領候補となった。 エルドワンは2007年と2011年の2回の選挙でアップを勝利に導き、2014年には大統領に選出され、2018年に再選された。エルドワンが首相に就任した初期の頃は、トルコの欧州連合加盟交渉の進展、2001年の金融危機後の経済回復、道路や空港、高速鉄道網などのインフラへの投資が見られた。 また、2007年と2010年に行われた憲法制定のための国民投票では、見事に勝利を収めた。しかし、同政権は、フェトフラー・ギュレンと彼が率いる、ギュレン運動との密接な関係から、論争の的となっていた。ギュレンとアップは、バリオズ裁判やエルゲネコン裁判を通じて、世俗的な官僚や軍人に対する粛清を、画策したと、非難されている。 2012年末、同政権は、クルド人とトルコ人の紛争を終結させるため、クルディスタン労働者党と和平交渉を開始した。2015年には、停戦が破断となり、再び紛争が激化した。エルドアンの外交政策は、新オスマン主義と評され、シリア内戦の際には、シリア民主軍がシリアとトルコの国境で地方を築くのを、防ぐことに重点を置き、 トルコのシリア内戦への関与につながった。エルドアンが支配するようになった近年、トルコは民主主義の交代と腐敗を経験している。2013年の反政府デモを皮切りに、エルドアン政権は報道機関やソーシャルメディアへの検閲を強化し、YouTube、Twitter、Wikipedia などのサイトへのアクセスを制限した。これにより、 トルコの EU 加盟に向けた交渉が停滞した。2013年に起きた1000億ドル規模の汚職スキャンダルでは、エルドアンの側近が逮捕され、エルドアンが有罪となった。ギュレン派との関係が悪化すると、エルドアンはギュレン派の支持者を、司法、官僚、軍部から粛清していった。2016年7月に、軍事クーデターが失敗し、さらなる粛清と非常事態が発生した。 政府は、クーデターの指導者がギュレンと関係していると主張したが、ギュレンはその役割を否定している。エルドアンの統治は、権威主義、拡大主義、権閲政党や反対意見の禁止が増加していることが特徴である。トルコの議員内閣制を行政不大統領制に変更することを長年推進してきたエルドアンは、2017年に、 極右の民族主義者行動党と同盟を結んで、行政府大統領制を確立し、憲法制定のための国民投票で、その変更が受け入れられた。新体制が正式に施行されたのは2018年の総選挙で、エルドアンと新党、アップ m h p 人民同盟が再選された後である。その後、彼は2018年のトルコの通過、 債務危機に取り組みつつも、その一員となったと非難され、彼の人気は大きく低下し、2019年の地方選挙では、与党が15年ぶりにアンカラとイスタンブールの支配権を失ったという結果につながったと広く考えられている。敗北後、トルコ政府はイスタンブールでの再選挙を命じたが、その際、与党はさらに大差をつけて、再び選挙に敗れた。 かつて、イスタンブールを失えば、トルコを失うことになると発言していたエルドアンに、とって、この2回の連敗は、大きな敗北とみなされた。せーの、エルデアンは、トルコ語の本来の発音に近いのは、エルドアンであるが、アラビア語メディアでは、が、G と区別されないため、エルドガンと表記されることもある。言語のトルコ語では、エルドガンとは発音しないため英語から、 日本語に翻訳する際にも誤りである。イスタンブルのベヨールクカセンパッシャーに生まれる。1973年、イマーム・ハチップ高校卒業後、マルマラ大学経済商業学部入学。在学中に、親イスラム主義政党の国民救済党にて、政治活動を開始した。1980年の9月12日クーデター後の、軍政下で、 国民救済党が非合法化されると民生遺憾後の1983年に後継である福祉党から刑法第312条2項の罪により4年半の実刑判決を受け憲法第76条により非選挙権を剥奪される一時服役したが1999年9月4日に釈放された2001年6月22日 福祉党の非党員指示者によって結成された後継政党の美徳党が非合法化される。その後、同年8月14日に美徳党の若手議員を中心に結成された公正発展党において非選挙権剥奪のまま党首に就任。2002年12月27日、トルコ大国民議会により憲法第76条が改正され、非選挙権を回復した。 アンカラの首相官邸で記者会見をするエルドアン・エルドアンは2003年3月9日、軍部の政治介入を止めさせて、トルコを先進的な民主国家にするという公約を掲げ、圧倒的支持を得て、スイール党県の補欠選挙で当選。それに伴い、厚生発展党副党首で首相のアブドゥラー・ギュールから首相職を譲り受け、2003年3月16日首相に、 就任。就任当初は、公約通り改革に取り組み、ヨーロッパ諸国もそれを還元した。2007年の総選挙にも勝利し、第二次内閣を組閣した。2007年の爆弾テロ未遂事件が起きる。捜査当局はこの事件を、超愛国的な商工たちからなる地下組織、エルゲネコンがクーデターを計画したものと断定し、大々的な摘発に乗り出した。 ジャーナリスト100人以上に加え、約250人の軍関係者が投獄された。エルドアンは、エルゲネコンの卒業を支持し、報道の弾圧に対する国際社会からの批判を、単なる抽象だと跳ねつけている。後にこの事件がきっかけで、トルコの民主化が後退したみなされるようになった。2期目の終わりには、国外でのエルドアンの評価は頂点を極める。 好調な経済に加え、中東諸国や、その他の地域とも良好な外交関係を保ち、軍の介入を排して、政局を安定させたからである。そのため、サラディンが1187年に十字軍から、エルサレムを奪還して以来、アラブ人が、最も尊敬する非アラブ人指導者、新たなオスマン帝国を築けると考えたとしても、許される。 キリスト教民主主義者のイスラム版とまで評された。こうしたエルドアンの姿勢は、シンオスマン主義と呼ばれた。2011年の総選挙にも勝利して、第三次内閣を組閣した。しかし、この頃から政権に批判的なジャーナリスト、政治家、企業に対して圧力が強まっているとして、国際社会におけるエルドアンの評価は下がり始め、2013年の、 反政府運動では国内からも矛先を向けられる。エルドアンはツイッターについて2014年3月20日に裁判所の命令もある。ツイッターを根絶やしにする国際社会はいろいろと言うだろうが全く気にしないなどと述べツイッターへのアクセスを遮断する姿勢を示した。過去にもエルドアンは Facebook や YouTube へのアクセスを遮断する姿勢を見せたことがある。 こうしたネット規制に積極的な背景には政権の元閣僚による汚職事件の捜査に関する情報がネット上に流れており統一地方選を控えてひ消しに躍起になっているということがある。ついで新法を成立させ政府がウェブサイトの遮断や個人のインターネット閲覧記録収集をすることを認め実際に YouTube を遮断した。 EU 加盟に向けた民主化をアピールしていた。首相時代には2005年からクルド人政党のクルディスタン労働者党党首アブドゥラ・オジャランと和解交渉を行っていた。過去にトルコ政府によって行われたクルド人迫害やアルメニア人虐殺についても謝罪している。アップ政権は2001年の金融危機を収束させ国際通貨基金に従って 経済構造改革を実行し、財政を健全化して、高インフレも抑え込んだ。政治の安定もあって、体内直接投資が増え、トルコ経済は年平均4.9%の高い経済成長率を見せた。国民一人当たりの所得は2002年の3492ドルから2013年には3倍増の1807ドルとなった。 ゼロプロブレム外交によって貿易額も増加し特にアラブ諸国への輸出額が増大したしかし2011年以降はシリアの内戦によって流通が滞りトルコの経済成長が鈍化した大統領へ転じた後の2015年6月にはエルドアンの親族の財閥企業チャルックホールディングが参加のエネルギー会社と日本の三菱商事との 資本提携を行ったものの、通貨トルコリラは、タイドルで一時1ドルイコール2.8リラ台と、過去最安値を更新することとなった。2020年も、トルコリラは、タイドルで下落し、11月7日には、大統領令で、中央銀行のウィサル総裁を解任した。エルドアン大統領は高金利政策に反対して、金利、為替、インフレという間の三角に、 トルコ経済を追い込む人々と経済戦争をしていると発言。近代経済学と逆の金利を下げれば物価上昇を抑制できるという持論を唱えている。エルドワン政権下では円故主義の恩恵に預かれる受益層がいる一方で抑圧やイスラム化を忌避して世俗主義に慣れ親しんだ従来の富裕層や企業からの国外移住や亡命も相次いでいる。2005年 欧州連合加盟交渉を始める。さらにイラン、ロシア、アルメニア、中国など EU 諸国以外の国々とも関係強化を図るゼロプロブレム外交と呼ばれる全方位外交を展開した。2009年以後は隣国では特にイランとの関係強化を行い、イランの核開発問題では核エネルギーの平和的利用を支持している。2009年10月、 イランのマフムード・アフマディ・ネージャード大統領との会談でイランの核保有の権利があると強調し地球上で比較の呼びかけを行うものはまず最初に自分の国から始めるべきだと述べた。2010年5月にはトルコ、イラン、ブラジルの三国間でテヘラン宣言が調印された。この宣言は核問題をめぐるイランと西側の協議の行き詰まりを 打開しようとする努力であり、濃縮度3.5%の低濃縮ウラン 1200kg をトルコに移送し、代わりにイランが20%の高濃縮ウラン 120kg を受け取るというものだった。トルコではイラク戦争などを理由として反米感情が強いが、エルドアンはアメリカ合衆国との関係も重視していた。バラク・オバマ大統領との会談ではトルコは 東も西も北も南も注目すると様々な国との関係構築に積極的な姿勢を見せた。トルコは北、大西洋条約機構加盟国であるにもかかわらず、後に撤回したものの NATO 防空システムと互換性のない中国の地対空ミサイルシステムである HQ-9 の導入を進めたことでも注目を浴びた。ただし、 トルコと中国は J-600T ウルドゥルムなどに代表されるように1990年代から弾道ミサイルの共同開発で軍事的協力関係にあった。2009年までアメリカやイスラエルと行ってきたアナトリアの和紙を2010年に中国と実施し、婚約軍基地にはパキスタンとイランで給油した中国空軍のスマイナス27が飛来した。 2011年には、イスラエルの懸念を一周して、トルコ発の軍事衛星、玉中力マイナス2を中国から打ち上げた。エルドアンは、トルコ世論に押されて2009年ウイグル騒乱の際に、中国と緊張関係になったこともあったが、トルコはアメリカによる制裁やインフレ高騰と、急増する外貨建て債務から中国への経済的な依存を強めており、 中国主導の経済圏構想である一帯一路にトルコは参加して一帯一路国際協力サミットフォーラムにもエルドアンは出席しトルコ政府は国内の反中的な勢力とメディア報道の排除も表明した2019年2月にトルコは国際連合人権理事会で新疆ウイグル自治区の人権状況に懸念を示した唯一のイスラム教国だったが 同年7月に訪中したエルドアンは、新疆の人々は中国で幸せに暮らしているのは事実だ。新疆ウイグル最教育キャンプの問題を利用する人々は中国とトルコの関係を損なっていると述べた。新型コロナウイルス感染症の世界的流行の際は中国から輸入した COVID-19 ワクチンをエルドアンが自ら接種したのと同時に、 議会で批准が持ち上がった中国との犯罪人引き渡し条約にエルドアンは署名しており野党はワクチンとウイグル人を取引した可能性があると批判したトルコではロト戦争やロシア連邦航空宇宙軍によるシリア空爆などを理由に反ロ感情が強いがエルドアンはロシアとの関係も重視しておりトルコ空軍機による ロシア空軍機撃墜事件の際は緊張関係になるも後に関係を正常化させている。その際に、トゥルク評議会などで友好関係にある、仲介役のカザフスタンのヌルスルタン・ナザルバエフ、大統領に感謝を表明している。エルドアンは、中国とロシアへの訪問時には、両国が主導する、上海協力機構にトルコの正規加盟を要請している。また、 ロシアから死体空ミサイル S-400 を購入し、これに対してアメリカは F-35 の売却を凍結して開発計画からトルコ企業を排除する制裁措置を行った。カタールとはムスリム同胞団への支援という共通性から事実上の軍事同盟に近い友好関係を結んでおり、トルコ軍発の海外基地をカタールに設置している。 同胞団支援を理由に、アラブ諸国からカタールが断交された2017年、カタール外交危機に際してはカタールを擁護している。アラブ諸国はカタールに対して、トルコ軍基地の閉鎖を要求している。また、ジャマルカショギ殺害事件の際は、サウジアラビアと緊張状態になった。イスラエルとの対立と和解ダボス会議で席を立つ、エルドアン。 左から三つ目の席に座るのは、シモン・ペレス。エルドワンは当初は親、イスラエル的な人物と評され、さらなる軍事的・経済的関係の強化を求めて、首相当時の2005年に、イスラエルを訪問して、宿・バシェムで喧嘩し、反ユダヤ主義は人道に対する罪であるとしていた。また、イランの核開発問題に関するイスラエルの立場にも、理解を示していた。 しかし、2009年1月29日に、ダボス会議で、ガザ侵攻の正当性を25分にわたって主張した、イスラエル大統領シモン・ペレスに対し反論しようと、したところ、アメリカの保守派ジャーナリストで司会を務めていたデイビッド・イグネーシャスから時間切れだと制止され、人殺しをしているのは、イスラエルだ、二度と来ないと言い捨てその場を立ち去った。会議後にペレスは、 誤解があったなら、遺憾に思うと電話したが、エルドアンは、自身が激怒したのはペレスにではなく、司会者のイグネシャスに対してであるとコメントしている。帰国したエルドアンは、空港で出迎えた数千人の市民から喝采を浴び、パレスチナ国を含むアラブ諸国からも、英雄、現代のスルタンだと熱狂的に支持された。2010年6月2日、人道支援のために、 トルコからガザ地区へ向かっていた各国の親、パレスチナ支援団体の戦団がイスラエル軍特殊部隊の吸収を受けトルコ人を含む多数の死傷者が出た事件についてイスラエルの犯罪は必ず罰せられなければならないとイスラエルを強く非難した。同事件については2013年にイスラエルのネタニヤフ首相が謝罪したことで幕引きとなったものの 2014年7月に発生したイスラエルとハマースとの交戦及びガザ地区侵攻を受け支持者向けの演説でヒトラーを昼夜避難する者が野蛮さでヒトラーを超えたとまで発言。再び溝を深めた。しかし2015年には イスラエルとの関係改善を重視する発言も行っており、両国は正常化で合意したとされ、2016年にトルコとイスラエルは関係正常化を発表した。また、イスラエルとトルコの貿易は政治的緊張にもかかわらず拡大傾向にある。アラブの春と新オスマン主義2011年以降、アラブ諸国で独裁政権打倒を求める。 民衆運動が広がりを見せる。エルドワンは、シリア大統領、バッシャール・アル・アサドとは、イスラエルとの和平仲介を行う傍ら、家族ぐるみで休暇を一緒に過ごすほど親密な関係を築いていた。シリア内戦では、2011年11月に、閣僚ポストの4割を、ムスリム同胞団メンバーに与えるなら、反体制派の沈静化に影響力を行使すると、 伝えたとされる。しかし、宿敵である、同胞団を受け入れよと要求してきたことに、不信感を抱いたアサドは、この提案を拒絶した。するとエルドアンは、アサド政権を倒すために、対シリア経済制裁を発動し、シリアのスンニ派反政府武装勢力を支援した。また、国民を虐殺するアサドに、未来はないと公言し、彼を、ヒトラーやムッソリーニに例えた。 エルドワンのこうした姿勢はスンニー派アラブ世界で喝采を浴び、欧米でも高く評価された。アラブの春ではトルコがイスラム国家における民主主義のモデルとされ、エジプトやモロッコではアップを参考にした政党が作られたしかし、アラウィー派であるアサドを倒そうとしたことで、シーア派が多数を占めるイランやイラクとの関係は悪化した。また、エジプトではそれまで、 エルドアンが支持していた、ムハンマドムルシーが2013年のクーデーターで失脚し、アブドルファッターファイコール CC が権力を握った。するとエルドアンは CC を激しく批判し、トルコとエジプトは互いに大使を追放。トルコは、エジプト、シリア、イスラエルの周辺主要3カ国に大使がいない、異常事態に陥る。これによって、 同砲弾を警戒していたペルシャ湾岸諸国との関係も冷え込み、ゼロプロブレム外交は行き詰まった。さらに、シリアへの反体制派を支援するために国境を事実上解放し続けた結果、アイソルに大勢の戦闘員が流入し、シリア情勢が制御不能に陥ってしまうなど、クルドジニエの対応期待落のクルディスタン自治政府との関係は、 トルコ国内とシリアのクルド人組織 PKK を牽制するため比較的良好である。トルコで初めて直接選挙で大統領が選ばれることとなった2014年の大統領選挙に立候補8月10日に行われた第一回投票で過半数の票を獲得し当選した同月28日大統領に就任首相には エルドアンに従順なアフメトダウトオール外相が就任し、エルドアンが引き続き政治の実権を握る。2014年9月以降、シリアのクルド民主統一党とアイソルの間で、コバニをめぐりコバニ包囲戦が行われた。エルドアンは、PKK もイスラム国同様のテロ組織と言い放ち、PKK と関わりの深い PYD への支援を拒否する。そのため、 トルコ政府と和解交渉を行っていたオジャランは、コバニ陥落は、交渉打ち切りを意味すると警告。南東部では、治安部隊とクルド人が衝突し、50人以上が死亡した。最終的に、エルドアンは、イラクのクルディスタン地域からペシュメルガがトルコを経由して、コバニに,に援軍に行くことを認め、2015年1月の、PYD 勝利宣言につながる。 2014年11月、女性の人権に関する会議で、女性に必要なのは、平等であるより対等であることだとの持論を展開し、フェミニスト団体などから批判を受けた。2015年6月、アップは、総選挙で敗北し、13年ぶりに過半数を割り込んだ。背景には強権化を進めるエルドアンへの拒絶感があったとされる。 この事態を受けて、エルドアンは危機的状況を自ら作り出す賭けに出る。それまでのクルード人組織への融和策、アイソルへの傍観策を改め、両勢力に軍事的な攻撃を加えた。その結果、国内でテロが頻発するなど治安が悪化するが、人々が安定を求めた結果、アップへの支持は広がり、2015年11月の再選挙では、 アップが過半数を獲得した。2016年7月のクーデター未遂事件では、休暇のために滞在していたリゾート地マルマリスのホテルを、クーデター側が襲撃したものの、クーデター側が到着する数分前に、大統領特別治安部隊は、エルドアンを密かにホテルから退避させていた。2017年には、大統領権限の拡大を目的とした、憲法改正を発議し、 4月16日の国民投票では賛成が過半数を獲得し可決された。その後、憲法改正により大統領の政党所属が可能になったため、エルドアンは5月2日に公正発展党に復党し、5月21日には公正発展党が臨時党大会を開き、エルドアンを党首に復帰させた。2017年12月、 トルコ大統領として65年ぶりにギリシャを訪問した。ただ、ギリシャとは完全に和解したわけではない。トルコ国土の大半を占めるアナトリア半島の西側と南側の東地中海にあるほとんどの島々はギリシャ領でキプロス島の南側もギリシャ系住民が支配している。東地中海では天然ガス開発が本格化しており、エルドアン政権は トルコ独自の海洋権益を主張してギリシャなどと対立し、トルコ対岸のリビアの内戦にも介入している。2018年6月24日の大統領選挙にて再選。また同時に実施された議会選挙でも与党連合が過半数を獲得し勝利した。2018年の再選以前より、中央銀行の方針とは異なる、独自の理論を展開している。 再戦後には財務大臣に娘婿のベラとアルバイラクをつけたが、これが嫌われ、リラの下落などを招いた。2016年以降、トルコ軍はシリア国境付近のクルド人武力組織の総統を名目にシリアへの侵攻を行ってきたが、2019年10月9日、シリア北部からアメリカ軍が撤退したタイミングで地上部隊が越境作戦を開始した。 各国はトルコの軍事行動を非難したが、エルドアンはシリア難民の帰還も目的の一つであり、批判をするなら各国にシリア難民を向けると警告。実践を求めたドナルド・トランプ米大統領からの親書はゴミ箱に送られた。さらに、同月15日にはアゼルバイジャンで行われた国際会議の場でトルコの正当性を主張し、 我々の目標が達成されるまでやめることはないと、戦闘継続の意思を示した。同月17日、トランプ大統領の特使として、トルコを訪問したマイク・ペンス米副大統領との間で5日間の停戦に合意したが、クルド人勢力が国境付近から撤退しなければ、再び軍事作戦の全面再開も辞さないとの考えを表明した。エルドアンは、 予定していた訪日及び、即位例正殿の議への参列を取りやめ、10月22日に、ロシア南部のソチを訪問して、プーチン大統領と会談。シリア国内における両国の活動について、合意を得た。翌10月23日、トルコ国防省は、アメリカ側より、クルド人勢力の撤退情報がもたらされたとして、攻撃を再開しないことを発表した。 2020年、ナゴルノカラバフ紛争では、民族、宗教的に近いアゼルバイジャンに、無人攻撃機などの供与し、即時停戦を求めた、ロベーフツと一線を隠して、アゼルバイジャンを全面的に支持した。アゼルバイジャンは、支配地域を広げ、同年12月10日に、首都バクルで開いた戦勝パレードには、エルドアン大統領が、 主品格で出席して、栄誉ある勝利と称え、トルコ軍兵士も更新した。中東、中央アジアの研究者である山内正幸は、エルドアン政権は、トルコとアゼルバイジャンを陸路で結ぶ回廊の設置を、ロシアに同意させ、シリア内戦などへの介入を含めて、オスマン帝国給料に、一定の発言権を持つこと、ロシアやイランに認めさせる成果を得たと評している。 少年時代を過ごした下町河川他社は、イスタンブールでも最も保守的で、庶民的な地区である。伝統的な軍、官僚、財閥というエリートとは無縁なところから、イスラーム性や庶民性をアピールするポピュリスト的な政策を掲げ、ミニを手にして、トップに上り詰めた。権力を握った当初は決断するまでに、様々な意見をよく聞いていたが、 三期目以降は権力に自信を持ったためか、独裁的な傾向が強まったとされる。2004年4月と2014年1月、2015年10月に来日している。2015年10月8日には、エルトゥール,ル号遭難事件から125周年を迎えたことを契機として、早稲田大学がエルドワンに名誉博士号を授与している。エミネ夫人との間に、次男次女。 夫人は、公の場での着用が禁止されていたスカーフを常に着用しているため、トルコ国内の国家行事の場には招待されていない時期があった。娘の一人主名家は、アメリカ合衆国に留学。2018年から2020年まで財務大臣を務めたベラトアルバイラクは、娘婿でもある。サッカーを趣味としており、高校時代に、 地元のサッカーチームで名を馳せて、フェネルバフチェース系からはオファーを受けたとの噂もある。なお、現在は、イスタンブルバシャクシェヒルのファンでもある。2010年、キングファイサル国際賞イスラーム法師部門受賞。貫通罪復活法案、オスマン後の高校必修化、大学など公の場での女性のスカーフ着用を認める、法案を提出するなど、 従来の世俗主義を再解釈したイスラーム回帰を思わせる行動もあり、都市部の知識階級やリベラル派、軍部などの世俗主義者には、エルドアンに対する根強い反感がある。2007年の大統領選挙の際は、エルドアン自身が出馬を希望したが、世俗主義者の猛烈な反発に遭い、大都市での反、エルドアンデモが頻発したため出馬を取りやめ、代わって擁立された。 ギル外相前首相が、右与曲折の末に大統領に選出された。ありがとうございます。